メジャーリーグの話題を独り占めする勢いのロサンゼルスドジャース大谷選手は今年も偉業尽くし、そんな大谷選手の勢いに待ったをかけるべく噛みついたプレイヤーがいます。それがシンシナティレッズの怪物、超スピードスターのエリー・デラクルーズ選手。史上6人目の40-40を達成し、今世間を賑わしている大谷選手の走塁とバッティングについて意外なコメントを発したのです。しかも大谷選手と同様、先日とてつもない偉業を成し遂げていました。果たしてその22歳のルーキーは何をやらかしたのでしょうか。詳しく見ていきましょう。盗塁王デラクルーズが宣戦布告。世界一足が速い男は俺だ。怪物が大谷の盗塁に言及。今シーズン打者に専念することになった大谷選手の快進撃は6月頃から始まると、いまだにとどまる気配がありません。ほぼ全ての打撃部門で上位にランクインしている大谷選手は、今年も複数のタイトルが射程圏内にあると見られています。加えてファンが大熱狂した40-40を史上最速で達成したことで、前人未到の次なる節目 50-50 への期待も高まってきました。ただそんな大谷選手でもどうしても達成できないと言われている偉業があるのをご存知でしょうか。それがホームラン王と盗塁王のダブル受賞。言わずもがな、ホームランを打てるパワーと盗塁を成功させる足の速さが必要で、 50-50 を達成するような選手であれば可能性は高いはず。ところが大谷選手が所属するなリーグには化け物のような難敵がいるのです。目下盗塁数ランキングでトップを独走するデラクルーズ選手、8月下旬時点で2位の大谷選手を大きく引き離す60盗塁をマークし、シーズンに換算すると80盗塁を超えてくるペースです。ドミニカ共和国出身の22歳で、去年メジャーリーガーになったばかりの若き韋駄天プレーヤー。このデラクルーズ選手がナ・リーグにいる限り、大谷選手の盗塁王は不可能だと言われているのです。だからといって大谷選手が盗塁王を取れないレベルの選手なのかというと、決してそうではありません。実際今季のア・リーグで見れば、盗塁数ランキングのトップはタンパベイ・レイズのホセ・カバジェロ選手で、大谷選手の盗塁数より下。過去を遡ってみてもシーズン40盗塁以下で盗塁王になったケースは多々あります。つまりナ・リーグのデラクルーズ選手がズバ抜けすぎているのです。ちなみにホームラン王と盗塁王のダブル受賞を成し遂げたプレイヤーは過去に3人だけ。1903年のジミー・シェッカード選手、1909年のタイ・カップ選手、1932年のチャック・クライン選手しかいません。そう、ほぼ1世紀にわたってこの偉業を達成した選手がいないのです。それだけに大谷選手には是が非でも達成してもらいたいところですが、相手が悪すぎるというのが現実と言えるでしょう。デラクルーズ選手は7月28日の試合で、5月16日の試合に続き今季2度目となる1試合4盗塁をマーク。この時盗塁王を独走する姿を見て、日米のメディアが化け物、誰にも止められないなどと騒ぎ立てました。またその様子を MLB の公式 X が公開すると、化け物すぎる、この子は別次元、ア・リーグだったら大谷さん1位、大谷、デラクルーズいなかったら三冠王と盗塁王の可能性もあったのか、そんな大谷でも盗塁王は無理そう、盗塁だけはデラクルーズ相手だからどうしようもない、などファンからの驚きと大谷選手の盗塁を諦めるかのようなコメントが相次ぎました。それくらいデラクルーズ選手の存在が脅威になっているのです。そしてそのデラクルーズ選手、実は大谷選手が達成した偉業に似た素晴らしい記録も打ち立てていました。デラクルーズ史上5人目の快挙、大谷に次ぐ怪物の誕生。8月5日のレッズ対マイアミマーリンズとの一戦、2番ショートで先発出場したデラクルーズ選手はこの試合で5打数4安打と大暴れ。その安打のうち2本は二塁打で、2本はホームラン。シーズン19号と20号となる一撃でした。そう、
デラクルーズ選手は足の速さもさることながら打球を遠くへ飛ばすパワーも兼ね備えているのです。一方で前の試合で57盗塁目を記録していたため、この時2050という記録をクリアしたことになりました。これは10を一区切りと考える記録で、20本塁打と50盗塁はなかなか見られる偉業ではありません。さらにこの時点でも大いに称えられましたが、先にも述べた通り、デラクルーズ選手は8月下旬には60盗塁も達成済み、つまり10の区切りで言うと現在2060を達成してしまったわけで、実はこの記録は過去に4人しか成し遂げていないのです。それがロナルド・アクーニャ・ジュニア選手、リッキー・ヘンダーソン選手、ジョー・モーガン選手、そしてエリック・デイビス選手。デラクルーズ選手はこの名だたるレジェンドやスタープレイヤーたちと肩を並べ、史上5人目の快挙達成者となりました。これに対し大谷選手の4040は史上6人目の偉業。ともにすごい記録ですが、達成者の数だけで言うとデラクルーズ選手の2060の方が若干レアな記録と言えるかもしれません。私たち日本人はどうしても日本人選手にばかりに注目してしまいますが、大谷選手のライバルにこんな怪物がいるという事実も覚えておきたいですね。しかも実はこの22歳の怪物はかねてから大谷選手の存在を意識してプレーしていたのです。大谷選手にばかり注目が集まっていた頃、デラクルーズ選手は思いもよらぬコメントを発信していました。大谷に宣戦布告、世界一の自信とリスペクト、それでも僕が世界一速い。それは今年5月のこと。レッズの本拠地でドジャースを迎え撃つ一戦の前、デラクルーズ選手が記者から大谷選手について聞かれる一幕があったのです。大谷選手が今季は打者に専念するということで総力でも注目されていたため、記者から大谷選手と100メートル競争をしたらと聞かれたのです。するとデラクルーズ選手は、僕が勝つと思っているけどわからないね、彼は足が速いから、と返答。足の速さには絶対的な自信を持っているデラクルーズ選手ですが、それでも大谷選手の脚力には一目置いていたのです。ところが続けざまにこうも話していました。だけど世界一足が速い男は僕さ、なんとも自信に満ちた一言。やはり自分が最も得意とするジャンルでは大谷選手といえども負けるはずはないと確信しているのでしょう。ちなみにこの会見の時点では大谷選手が13盗塁だったのに対し、デラクルーズ選手は31盗塁、盗塁数ではダブルスコア以上の大差をつけ、デラクルーズ選手が大きく上回っていました。ただその一方で大谷選手のバッティングについても言及し、彼のスイングは速いよ、僕の人生の中であそこまでスイングが速い選手を見たことがない、とパンチ力のある打撃の源であるスイングの速さを称賛していたのです。その上で走塁の時でさえ彼はすごく全力でダッシュしている、ゴロの時でさえね、と内野ゴロであっても常に全力疾走を心がける大谷選手のひたむきな姿勢についても敬意を見せていました。そういえば昨シーズンにはロサンゼルス・エンゼルスとの一戦で二塁ベース上で腕を組んだ大谷の左肘付近をツンツンした一件が話題に、二人が笑いながら明るい雰囲気で会話する様子が映像で拡散し注目されていました。以前から大谷選手の怪物ぶりに興味があり、ちょっかいを出してみたいと思ったらしく、これが二人のファーストコンタクトだったようです。そんなこともあって迎えた今季のドジャース戦、デラクルーズ選手は会見の最後に、まだ彼とは話をしていないよ、だけどもちろんぜひ話したいね、間違いなく日本語を学びたいんだ、ともコメントしていました。デラクルーズ選手はまだメジャー2年目、大谷選手をライバル視しながらも、これまでの大谷選手の二刀流での活躍を見てずっとリスペクトし続けていたのです。そんな2人は今シーズンのオールスター戦で同じナ・リーグのチームメイトとして共闘。本番前、
地元シンシナティの放送局の取材を受けたデラクルーズ選手は、オールスター当日に向けてこんなコメントを発していました。大谷選手と話すために日本語の勉強をしている。学べるかどうかはわからないが努力している。デラクルーズ選手はリスペクトしていた大谷選手と話したい思いを吐露していたのです。一方の大谷選手もオールスター前日のメディアデーの記者会見で、誰と話したいですかという質問に対し、誰だろう。デラクルーズ選手はもう会ったので、朝エレベーターで、まだおはようぐらいの感じなんで、後でゆっくり話したいと思います、などと話していました。どうやらエレベーターでばったり遭遇したようですね。普段敵同士の選手が笑顔で触れ合うことができる、年に一度だけの特別な瞬間。特に大谷選手をリスペクトするデラクルーズ選手にとっては、何事にも代え難い貴重な体験となったことでしょう。メジャー初の偉業へ、大谷 50-50vs デラクルーズ 30-80。 今シーズン大谷選手と不思議と記録が重なり合うデラクルーズ選手。実は今、大谷選手の偉業とは一線を画した別の金字塔を打ち立てるのではという期待が高まっているのをご存知でしょうか。8月の時点でデラクルーズ選手の本塁打数と盗塁数は、このままいくとシーズン28本塁打82盗塁のペースと言われていました。仮に20-80を達成したとすれば、先に紹介したリッキー・ヘンダーソン選手、エリック・デイビス選手に続いて3人目の快挙。ところが、もし本塁打のペースがアップして30-80となれば、史上初の大記録となるのです。大谷選手に期待されている 50-50 も前人未到なら、デラクルーズ選手の 30-80 もメジャー初の金字塔。日本ではほとんど報じられていませんが、実に価値のある記録で、大谷選手の MVP を脅かすこともあり得るかもしれません。ともあれ、2人の大快挙が同じシーズンで達成されることになれば、ファンとしてはワクワクが止まりませんね。果たして今シーズンのラストはどんな記録で着地するのでしょうか。見守っていきましょう。大記録を連発するデラクルーズ選手ですが、キャリア的にはまだ伸び盛りにある、いわばこれからの選手。今シーズン成し遂げた快挙も、来年以降また自分で塗り替えるポテンシャルを十分に秘めています。さて、メジャーの若き怪物プレイヤーはこの先どんな成長とどんな偉業を見せてくれるのでしょうか。日本人ファンとしても注目していきたいですね。盗塁王デラクルーズが宣戦布告。世界一足が速い男は俺だ。怪物が大谷の盗塁に言及について、感じたことや皆さんが持った印象をぜひコメント欄でお聞かせください。またこの動画を見て面白かった、新たな知識を得られたという方は、チャンネル登録、高評価ボタンや通知オンを押していただけますと励みになります。さらにメンバー限定で非公開動画や没動画、ここでは公開できない70本以上の特典動画を用意していますので、メンバー登録もよろしくお願いします。他にも球界に関する裏話や知られざるストーリーを紹介する動画を配信しています。ぜひ合わせてご覧ください。